こと塩田ひかるです。私はアイドル、グラビアアイドルをしています。グラビアの撮影でいろんなところで撮影をすることがあります。グラビアは水着を着ることが多いので、必然的に海やプールなど水に関係する場所が多いです。以前伊豆の方で撮影をした時のことです。その日は天気も良く、撮影は快調に進みました。撮影監督が、もっと沖の方へ行こうよ、と言い出したんです。でも、AD さんが、これ以上は危険です。ダメです。とおっしゃったんです。でも監督は大丈夫大丈夫行こう行こうと半ば強引にスタッフを連れて行ったんですね。もう撮影は終わりだから沖で泳ごうよと監督は言いました。でも AD さんが絶対ダメです、ここは危険ですと。普段穏やかな AD さんなのでそんなに強く言うことがないんです。それにみんなびっくりして、その日は諦めました。撮影は無事順調に終わり、その日はホテルに宿泊しました。朝からの撮影だったのですごく疲れていて、布団に入ってすぐ寝てしまいました。でも違和感を感じて目を開けようとしたところ、金縛りにあったんです。でも金縛りなんですけど、なんかすごく変で、人の手のような感触がこうお尻、腰、そして胸へと、なんかすごく怖くて、でも目も開けられなくて、そしたら胸から首へ、あ、締められるって思って、あ、もうダメだって思ったところ、耳元で念仏が聞こえたんですね。そしたら金縛りは解けて、朝起きて夢なのかな、現実なのかな、それが分からず帰る準備をしていました。帰宅を終えてバスに乗り込む時に AD さんに会ったんです。それで私はどうして昨日あんなに強く危険だって止めたんですか、私が夜中金縛りにあったことと関係してるんですかって尋ねたところ、 AD さんが、撮影終わったから言いますけど、あの海の沖の方はよく海水浴で溺れる人がいて、亡くなる人もたくさんいると、もし沖の方まで入っていたら金縛りだけでは済まなかったんじゃないかって。昨日私が金縛りにあって触ってきたあの人の感触、あれは海水浴で亡くなった人の霊だったのかもしれません。そして私をあの世へ引きずり込もうとしていたんじゃないかって思います。それにしてもあの念仏の声は誰だったんですかね。
水木あかりです。29歳、今は潜入系アイドルとしてたくさんの場所に潜入する活動をしています。もう芸能活動が10年目近くになってきたところなんですけど、今から話す話は私が芸能界に入ってすぐぐらい、もう9年とかそのぐらい前の話になります。私が当時まだ上京したての時に初めて男の人と付き合う、東京に来て初めての彼氏が芸人さんだったんですけれども、でその芸人さんと過ごしている間に起こったことがありました。当時彼の家で彼の帰りを待っている時に、いつもはそんなに遅く帰ってくることはないんですけど、ちょっと遅くなる、ロケが押しててっていう連絡があって、でずっと待ってたんですけど、12時になっても帰ってこずに1時になり、だんだん心配になってきて、2時になった頃にようやくバタンって大きくドアを開いて、ちょっと小走りぐらいな感じで慌てて彼氏が帰ってきたんですよ。で、どうしたの、ちょっと驚いちゃって、で聞いたら、すごく息遣いが荒いのに、なんかごまかすような感じで、ちょっと急いで帰ってきちゃったからこんな時間になっちゃった、ごめんって言うんですけど、なんか目はすごい怯えているような、なんか子供が怖いものを見てきたみたいな目をしていて、でちょっと心配だったんですけど、なんかそのまま彼が私の手をギュッと引いてベッドにそのまま連れて行って、激しく抱きしめられたんですね。でいや、どうしたのかなと思ったんですけど、あまりにも押し倒すような形で、大人なのでこう攻めてきたりしまして、で恥ずかしいんですけど、そういう行為もあり、でも今まで初めてぐらい強引に彼らしくない感じですごく攻めてきたのをすごい覚えていて、ただ愛されたなっていう感覚はあったので嬉しいなっていうのと、ちょっと今夜は激しかったかなって思って、その日は終わって、でさっきまでの慌てていた彼氏もいつも通りに元に戻ったんでよかったなと思って、翌日から普通の生活に戻ったんですが、逆に私がその翌日ぐらいから何か分かんないんですけど高熱が出て、で高熱が収まったかなと思ったら悪夢を見続けるようになったりとか、なんか体調が優れないことが多くて、で生まれて初めて一人暮らしの家で金縛りにあったんですよ。でもうあまりにもそれが続くのが怖くて、それは誰にも言わずに友達に、いわゆる見える人が知り合いにいるっていう友達にだけ、最近私ちょっと体がおかしいんだよねっていうのを相談して、で後日その見える人っていうのに会わせてもらうことになりまして、で後日その人に会ってこんにちはって挨拶をしたところ、女性だったんですけど、あなたそれどこから連れてきたのって言われて、なんかついてたんだやっぱりと思って、でその日のうちに、お祓いと、また別日に、結構重いということで滝行まで、行かせてもらって、でそれ以降悪夢を見なくなって、で金縛りも収まったんでよかったなって思ったんですけど、だいぶその、彼と会って激しい一夜があったあの日から彼と一回も会えていなくて、忙しくて会わなかったんですけど、ようやく自分のこのごたごたも収まって、あの日から1ヶ月近く経った時に彼氏と久しぶりに会えて、実はこの会わなかった期間に私こんなことがあってすごく怖かったんだよっていうのを伝えたら、彼氏がごめん、もしかしたらそれ俺のせいかもっていうことを言いまして、でよくよく聞くと、彼はその日、遅くなったロケの日は実は高齢術の一人かくれんぼっていう、一人で人形を置いて霊を降霊させるっていうロケをしてきた帰りだったらしく、でもその時に
本当に自分自身に降りかかったことが恐ろしくて、でロケを慌てて終えてダッシュで帰ってきて、まあ私とその後会ったんですけど、いわゆるその時に私は彼が持って帰ってきたものをもらっちゃったっていう形で被害に遭っちゃったなっていうお話がありました。あの時のことはすごく怖くて、住んでたマンションも今は違うとこなんですけど、ちょっともう二度とこんな気持ちにはなりたくないなって思いました。染谷由香、グラビアアイドルをしています。これはグラビアの DVD のロケでグアム行った時の話なんですけど、グアムについてまず最初にヘアメイクさんとスタイリストさんと一緒にホテルの部屋の確認をしに行ったんですね。その時にんっとヘアメイクさんがちょっと嫌な顔をしたんです。ん？どうしたんだろうと思いながらもそのまま部屋の確認をしていたら、そのヘアメイクさんが、ゆかちゃん、このスプレーあげるから、もしよかったらホテルの部屋にかけたりとか、そういう風に使って、すごくいい匂いだから、言ってスプレーをくれたんですね。で、私は、ありがとうございます。後で使いますね。言っておいたら、そのメイクさんが、いや、今使って。部屋中と自分にも使えるから。そう言って、すごく強い口調で言われたので、わかりました。と言って、その場で部屋と自分自身にかけたんです。それからヘアメイクをしていただいて、着替えて、グラビアの撮影に海に行ったんですけど、その撮影が終わってから結構その撮影自体が露出度があったりとかいろんなシーンを撮ったのでクタクタに疲れてしまって、自分の部屋に戻ってからもうお風呂に入ってすぐに寝ようと思って、その時は次の日は撮影もあるので全裸で全身鏡でボディチェックをしてからそのまま寝たんですね。ですがなぜかなかなか眠りにつけなくて、それでも明日の撮影は朝早くからあるので眠りにつこうとしていたら、急にベランダの方からコツン小石が当たるような音がして、ん？と思ったんですが、グアムは風も強いのでまあそういうこともあるのかなと思っていました。そこからコンコンノックをするような音に変わって、コン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 、だんだん私の枕元の方にそのノックの音が近づいてくるんです。そこで思い出したんですけれども、私のグラビアアイドルの友達が海外へロケに行った時にホテルの中を外から盗撮された経験があるという話を聞いていたんです。なので私はそれを思い出して服を着ていなかったので急いで着替えなきゃと思い着替えようとするんですが、なぜか体が動かなくて、え、どうしようと焦っていたら、コン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 と壁伝いに私の方にだんだん近づいてくるんです。どうしようと思って着替えようとするんですが、体が全く動かずにいるとコン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 と私を通り過ぎていったんです。遠ざかっている、よかったと思ったら、コンコンという音が
ピタリと止んで、はあ、いなくなったのかもしれない、よかったと思った次の瞬間、ガチャ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 、ドアノブが大きな音を立ててガチャガチャ言っているんです。私はとても怖くて、そうで早くマネージャーさんに電話しようと、電話をしようとするんですけど、体が全く動かずに、それでもどうしても電話かけなきゃと思ってかけたら、マネージャーさんではなくてヘアメイクさんにつながったんです。そしたらまだ何も伝えてないのに、そのヘアメイクさんが、ゆかちゃん、さっきあげたスプレーを部屋中と体中にスプレーして、今すぐして、そうしたら治るから言ってくれたので、体がずぶ濡れになるくらいスプレーしました。そしたらドアノブのガチャガチャも収まって、私も動けるようになったんです。何だったんだろうと思ってポカーンとしていると、すぐにヘアメイクさんが私の部屋に駆けつけてくれて、大丈夫だった、さっきあげたスプレーは政治のスプレーといって、インディアンの方々がその政治の葉を燃やして、その煙で魔除けを行っていたぐらい神聖なハーブのスプレーだったみたいなんです。なのでこのスプレーで結界を張っていたから、その霊はこの部屋に入ってこれなかったんだねと言ってくれて、実はそのメイクさんはすごく霊感の強い方で、最初に私の部屋を確認しに来てくれた時に、この部屋は霊の通り道だ、そんな予感がしていたみたいなんです。そこからチェックし終わって準備にかかる時に、ぼーっとずぶ濡れになった霊が見えた、そう言っていて、ちょうど今のゆかちゃんみたいだったよって笑っていたんですけれども、私は全く笑えずに、すごく怖い夜でした。私は今役者業だったり声優業なんかをやらせていただいてるんですけれども、どれぐらい前ですかね、私がまだそのお芝居の学校に通っていた頃のお話なんですけれども、その時同じクラスだった、同年代の女の子と仲良くなった子がいまして、で、その子がね、なんて言うんですかね、ちょっと変わった子で、若い女の子としては珍しいと思うんですけれども、例えば住むところであったりとか持ち物であったり服装であったりっていうのに、悪く言うと無頓着っていうんですか、気にしないような子だったんですよね。化粧気もなくて、で本当に素朴な子だったんですけれども、すごくいい子で、ハキハキした子で、私は大好きで、その子といつも一緒にいたんですけれども、その子からある日相談を受けて、でその子の住んでいるところっていうのが、地方から出てきて、都内の某所で一人暮らしをしている子なんですけれども、今言ったようにいろんなことに無頓着な子で、住むところも安ければそれでいいっていうような感じで家を決めたらしいんです。でその時彼女が住んでいたアパートっていうのが、何でしょうね、アパートっていうよりも寮っていうのを思い浮かべていただくと多分ぴったりなんじゃないかなって思うんですけれども、建物自体は木造なんですけれどもすごく大きくて、で部屋がすごくたくさんあってね、で、2階の建物なんですけれども、例えばじゃあ自分の家の玄関から出ると共用の廊下があって、で他にいろんな人のお部屋がたくさんあって、でまた共用の階段を降りていって、で共用の大きな下駄箱があって、そこを出ると外っていう、そういう建物だったんです。今時結構珍しいなって思うんですけれども、築何十年っていう感じで鍵もなかったそうなんですよね。でどうしてたかっていうと、南京錠
こういうやつ、それをかけてたらしいんです。でセキュリティもね、そんな感じで若い女の子が住んでるってなると、あの私なんかは危ないんじゃないかなってすごく思ってしまうんですけれども、まあ、その子自体があの田舎のすごくのどかなところから出てきた子で、あんまりそういう危機感っていうのもちょっと薄い子だったんですよね。ある日その子から実は最近悩んでてっていう相談を受けたんです。まあそういう建物なので住んでる方の素性もよくわからないっていう、なんかすごい若いあの夜のお店で働いてるような派手なお姉さんがいたりとか、あのいつ働いてるのかわからないおじさんが住んでたりとか、結構いろんな人が住んでたらしいんですけれども、果たしてどこかの部屋の住人なんだろうか、もしくはホームレスなんだろうか、よくわからない人が、まあ、その共用の廊下にある時いて、で100円ちょうだいっていうふうに声をかけられたそうなんです。あのたまに街でそういう浮浪者の方、私も見たことがあるんですけれども、彼女はあのすごく優しいんですよね。でとても純粋な子 で親切心から100円あげたそうなんです。でその時はそれで終わって、でそっから数日して部屋を出て、あのお芝居の学校に行こうと部屋を出て、でまた階段降りていって外に出ようとしたら、その人がまた玄関にいたそうなんです。でその時も100円をちょうだいっていうふうに言われたそうなんですね。でその子もさすがに、うん、これはって思ったらしいんですけれども、急いでたこともあって100円をあげたそうなんです。でそんなことが何日か続いたある日、まあ、その人も居ついちゃってたんでしょうね。でその子がまた通りかかった時に、ああまたいる、また100円ちょうだいって言われるって思ったら、その時は100円ちょうだいとは言われなかったそうなんです。でなんでか話をするようになったそうなんですよね。でその子もあの、まあ、田舎では普通に道行くおじさんやおばさんとあの会話を交わすっていうようなことが日常的にあったので、知らない人と話をするっていうことにそんなに違和感がなかったそうなんですよね。でその人と話をするようになったそうなんです。まあ、それは男の人だったそうなんですけれども、その子が言うにはだいたい60代半ばぐらいの初老ぐらいの方 でとても痩せていて、で身なりもあのボロボロの服を着ていたそうなんですね。で印象的だったのが、まあ、とあるキャラクターの刺繍がしてあるちっちゃいこれぐらいの短い毛糸っぽいリストバンドをしていたそうなんです。で冬でもあの半袖を着ていて、であきっとホームレスなんだろうなっていうふうに思っていたそうなんですね。でその人とまあ会ったら顔を合わせたら話をするっていうようなことが続いていたそうなんです。でそんなことを私ある日言われて、これって大丈夫かなっていうような感じで言われて、で別に話をするぐらいだったら、何かされたわけじゃないんだったら大丈夫じゃないっていうようなことを私は言ってたんですけれども、ある日ねその子が家に帰ったら、アパートの前がすごく騒然としていたそうなんです。で救急車が来ていて、でどうしたんだろうって思ったら、その管理人さんが言うにはね、その部屋に住んでいた方があの心臓麻痺で亡くなったそうなんですよね。彼女が話してたのってその人だったんです。ホームレスだと思ってたんですけれども、アパートの住人だったそうなんですよね。で、まあ、大家さんもその人にはちょっと困っていて、あの若年性の認知症とまではいかないと思うんですけれども、どうもそんな感じの症状が出ていたらしいんですよね。で、まあ、突発的なその
心臓麻痺で、まあ、亡くなってしまったんだと。その話を聞いた彼女はすごくそこでショックを受けたんですけれども、そんなことがあって、それからしばらくした後に彼女の家に私遊びに行くことになったんですね。話には聞いてたんで、あ、どんな家なんだろうってちょっとワクワクして、でその子と一緒にアパートの中に入っていって、わあやっぱりすごいなあなんて言って、私はキョロキョロ見てたんですけれども、まあ、階段を上がって、で彼女の部屋に入ろうとした時に、あ、そうだ、その前にちょっとコンビニ行こうよっていうことになったんです。ですぐ近くにコンビニがあるの で一旦部屋に入って落ち着いちゃうとまた出るのが面倒くさくなるから、あの先にコンビニ行ってこようってことになったんですね。なんで一回部屋には入らずに、そのまままた階段を降りてアパートの外に出たんです。ですぐ近くのコンビニに行って、ものの10分ぐらいだったと思います、アパートに戻ってきたんです。そうするとね、階段の踊り場の部分、中2階の部分っていうんですか、ちょっと広くなってるところあるじゃないですか、あそこに雑誌が落ちてたんです。その雑誌っていうのはいわゆるその成人向けの、女性がたくさん写真が載っているような、その本が今まさに見てましたっていうような状態で開いて置いてあったんです。最初10分前に来た時にはそんなものなかったんですよね。で、と思って、さっきなかったよね、やだ気持ち悪いって言って2人でそこ通って行って、で彼女の部屋に着いて、で鍵を開けて、でここだよって言ってガチャって開けた瞬間、その子がキャッって言って手を離したんです。で、なになにどうしたの、見たらドアノブの部分にべっとりと体液がついていたんです。でもうその子泣いてしまって、もう何これ、そのドアの下には某キャラクターのリストバンドが落ちてたんです。これは私が高校生の時の話なんですけど、自分が女子校出身でありまして、でその女子校っていうことあってか、もうあたりにすごい不審者とか変質者がたくさん出る頻繁な時期があったんですよ。でもう絵に描いたようなロングコートを着て見せて逃げていったりとか、そのベランダでご飯を食べて郊外を見ると、その全裸で自慰行為をして、そのみんなの反応を見て楽しむ人とかが結構いたんですね。でそのせいか、もうセキュリティとかもしっかりしていまして、もうセコムに入ったり、裏門も18時にはもう閉めるみたいな感じにしてたんですよ。でその夏なんですが、私夏補習に入ってまして、18時過ぎまで勉強会をするみたいな会に入ってたんですね。でその日も夏補習が終わりまして、時計を見るともう18時回っていたんですね。でその18時回ってるので、裏門はもう閉まってるので通れなくなっていまして、で正面玄関から帰らなきゃいけないってなっていたんですよ。でその正面玄関のところから裏門はあまり通ってはいけないってなっていたんですが、その朝からちょっと遅刻しそうだということで原付で学校に登校してたんですね。でもその原付が高速違反のため、ちょっと学校にバレないところに置かなきゃいけないってなって、裏門の細い道のちょっと死角になってるところに原付を隠していつも学校を登校してたんですよ。でその正面玄関から裏門の道がすっごい細い道で、で軽自動車1台通れるか通れないかっていう細道なんですよ。で街灯もなくて本当に薄暗くて、でちょっと唯一の救いが夏だからそれがちょっと明るくて、ちょっと薄気味悪いんですけど、ちょっと我慢したら通れるかなみたいな感じの道だったんですね。でそこのもう一直線なんで、ちょっと
早歩きで行ってますと、ちょっと100メートル先ぐらいに男の人が壁に寄りかかっていまして、でもあれどうなんだろうって思ったんですけど、壁に寄りかかってるだけなのかなって思って、もうちょっと近くに行って、ちょっと怪しければちょっと引き返したりしようと思ってたんですよ。でそのもっとその男の人に近づくにつれて、ちょっと分かってきたことがあって、男の人がもうその白いワイシャツを着てるんですけど、白いワイシャツをちょっと肌けさしてまして、ズボンも腰パンしてるぐらいなのかなって思って、いや大丈夫かもしれないって思って、その人の前を通ろうと思って寄っていったんですね。でちょっと怖いから今のうちに石を持っとこうってなりまして、で石をちょっと隠し持って、でもしやばかったら投げていこうって思ってたんですけど、そのだんだん近づくにつれて男の人がすごいはだけてきて、で腰パンぐらいかなって思ってたのも結構ずり落ちて、自分のものが見えないようにカバンで隠すなどしてたんですね。後ろにダッシュして逃げるのもすごい怖かったんで、もう力を振り絞ってその小石をもうその人に向かって投げたんですよ。普通の反応だったらその人もその叫んで逃げていくのが嬉しいんで、なんかそういうのを期待してたとは思うんですけど、石を投げられるとは思ってなかったみたいで、もうその人も一目散に逃げていって、でもすぐに私も警察の方に電話をしまして、で不審者とかがいっぱい出る地区だったんで、警察もすごい対応早く来てくれたんですよ。でその日はもう帰っていいよみたいな感じになって、無事に家の方に帰りまして、次の日学校にその嫌だったんですけど行ったら、担任の先生から生徒指導室に呼び出されまして、いや西島本当にいたのかって聞かれたんですよね。で確かにいたんで、はいいましたって答えたんですけど、その私以外にも他の子も呼び出されてまして、その子たちも見たらしくて、学校側の方にちょっと相談をしてたらしくて、で私が警察の方に連絡したので、その学校の近くに設置してある監視カメラをもう見るようにしたんですよ。それで見て分かったんですけど、そこに私以外誰も映っていなかったらしくて、私がもう一人ですごい騒いでいる映像だけが映っていたらしいんですね。結局口裏合わせとかちょっといたずらでその警察に連絡したんだろうみたいな感じで、いたずら扱いでもう処理されて、ちょっと自分たちが怒られるみたいな感じになってしまったんですよ。結局腑に落ちないまま自分たちは怒られて生徒指導室を出て、その授業とかで普通に過ごしてたんですけど、国語の教科を持ってる女の先生に声かけられまして、西島っていう私の本名なんですけど、西島あるんよって言われたんですね。でその先生もここの女子校の OG で、どうやらその学校の付近では消える不審者が昔から出てきてたみたいなんですって